はいの、パラプンテージリーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで、今回は大分対群馬、まあ、群馬対大分か、のプレビューの方をやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと。 いうことで、さあ、えー、今回からこんな感じでちょっとね、えー、動画のテイストを変更している、えー、わけなんですけどもね、さあ、えー、今回は群馬戦と、えー、いうことになってきます。まあちょっとこれからね、動画の感じをこうやっていくのか、それとも、えー、元に戻すのか、まだ決めてませんけどもね、まあちょっとこれからね、いろいろ試行錯誤しながらやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますと。と、えー、いうことでさあ、群馬ですね、今年好調ちょっとしかし最近ね、勝ったり負けたり、なかなか不安定な戦いがついている群馬戦には、 なってきますが、ね、大分せっかくね、2位浮上前回の勝利で2位浮上なってますんで、ここから自動昇格圏内を維持することができるかどうか。そしてね、裏では長崎が、えー、首位ゼルビアとね、ゲームを進んで、ね、長崎が勝って大分も、えー、勝ってね、これ2人、2人じゃねえや。えー、2チーム揃って首位ゼルビア追撃みたいな形が一番理想的なんで、まずは大分頑張ってほしいところには、えー、なってきますけどもね、はい。ていうことでやっていきましょうかね、まずこちら。 群馬、大分ということで、現在、ザスパークサス、群馬、勝ち点29で、9位というのは、群馬の成績には、なってきます。で、大分、トリニータの方は、現在、勝ち点が34で、2位というのが、これが両チームの数字には、なってきますけどもね。で、大分、ちょっとやっぱ、アウェイではね、元気がないんですね。この、ホームとアウェイの成績見てわかる通り、ホームでは7勝2分けの1敗で、ね、1勝平均1.7得点も取っている。しかし、アウェイでは3勝2分けの、 4杯で、ね、1社平均得点率も約半分まで下がってしまっていて、失点も増えていますので、ちょっとこの辺をですけれどもね、えー、どういう風に大分が修正するか。まあ、やっぱアウェイでの、えー、戦い方中の一つ課題にあるのはこれ間違いないんでね、やっぱ、やっぱこうホームで1万人っていうのがね、今年大分のね、大きな目標にはなっているんですけれども、やっぱりこうアウェイで勝ってね、その流れをホームに引き寄せたいっていうのもあるでしょうし、っていう意味でやっぱこのアウェイでの、えー、戦い、まあ、群馬なかなか難しい相手ですけれどもね、 しっかり勝ってほしいところには、えー、なってきますけどもね、はい。 んで、これが両チーム欠場選手情報ということで、まあ、主に怪我の選手はここには表示されるんですけどもね、まあ、ただ、ね、意外と怪我していない選手もたまに、えー、名前があったりとかするんです。まあね、それなんちょっとね、欠場選手情報のとこに名前があって、もう、あれ、その選手怪我していたっけとかね、あれ、その選手な、なんか、なんか、欠場するのみたいなこともたまにあるんですけど、一応こんな感じでフットボールアブセンテには、えー、出してありますと、ね、いうところには、えー、なってきます。で、一応これ、大たプラスしてしげ選手もちょっと怪我された。 なんですよねちょっとげ選手がね長期離脱になりそうな感じが、まあ、しますので大分でいうと、ね、このメンツプラスげ、えー、選手というところなのでちょっとね右ウィングバックのところは大分選手層が薄いところにはなってきますんで、まあ、松尾選手がねこの間結構印象的なプレーがあったんでちょっとそこは期待していこうと思いますけどもね。はい んで、これが、え、両チームの、え、直近5試合の数字には、なってきますが、群馬が若干やっぱ調子落としてますね。直近5試合で言うと、え、1勝2分けの2敗というのは、群馬の、え、成績ですね。で、この1勝というのも、やっぱこの、下に沈んでる水戸との、え、試合に勝っただけで、それ以外の、ま、真ん中とかね、え、のチームにはなかなか勝つことが、ま、できていないというのは、現状には、なってきます。で、あと、大分、ね、大分直近5試合は1勝3分けの1敗と、え、いうことで、大分もね、前回写真 d ぶりの勝ち点差取りましたもんね。好戦ですけどもね。まあ、この試合はどうするかということで、メンバーをちょっと考えていこうというところなんで、こちらにはえなってきますけどもね。 これが、えー、両チーム前回のスターティングメンバーには、えー、なってきますけども、まあね、大分、これで言うと、まあ、まずさっき言った右ウィングバックじゃない、右サイドハーフか今、今、うんえー。サイドハーフのシエ選手が、まあ、欠場ということなんで、ここに誰が入るかというところ、まあ、もしかしたら町田山と選手が、ね、入る可能性もあるでしょうし、違う選手が、えー、入る可能性もあるんじゃないかと、ね、うところ。あと、だから、前回出たね、松尾選手の活躍というのも、まあ、期待したいところには一人、えー、なってきますよね。で、 他の選手で言うと、じゃあどうするかってなると、まあ右にね、例えば藤本選手回すが、まあ今のところで藤本選手はね、うん、得点源としても期待したところにはなってきますんで、まあ右に回る可能性としては低いのかなとかにもしております。まあやっぱ基本的には左の選手には、えー、なってきますんで、まあやっぱ右の候補としては町田山田とか、えー、もしくは中川選手、野村選手、まあ、うんボランチのところ池田選手がどんだけやれるかはですね、まあ前回ね、大分でのデビュー方て池田選手もいますんでね、えー、グロインペインから 復帰した池田選手、まあ、いきなりスタメンはないかもしれませんがね。ということで、右誰が入るか、まあ、野村とかサイドハーフ、まあ、野村でもボランチでしばらく見たいとか、多分野村選手のボランチって、なんかね、下平監督のインタビューによると、割と緊急事態とか、怪我人の影響もあって、こんな形にしてましたみたいな話されているんで、ちょっとわかりません。この辺が、どうなのかわかりませんが、ただ野村選手に関しては、やっぱシャドウとかトップ下の選手なんで、まあ、ボランチサイドハーフではない。まあ サイドハーフはできるんだろうけども。 ただやっぱ野村選手は一番輝くなトップ下かなっていうのがありますんで、まあ、トップ下に野村選手を置いて右に中川選手とかね、その辺の変更あるかもしれませんし、さっき言った松尾選手の、えー、出番とか屋敷選手もいますんでね、まあ右はだから屋敷の可能性も十分、あ、そうか、屋敷松尾か松尾屋敷、この辺ね、屋敷やっぱね、世代別代表にも選ばれてますし、まあ松尾屋敷、この辺の選手が絡んでくるかどうか、本当右が誰になるか、あと,あと野村選手のボランチが、えー、継続となるかとかね、その辺ちょっと注目して 目して見ていこうとは、えー、思っております。で えー、あとは、群馬、えー、群馬で言うと、やっぱりセンターバック、畑尾選手の空中戦勝率は非常に高いです。ただ、ね、今の大分って、こう、前線に高さがあるわけじゃなくて、まあ、サムエル選手が入ればですけどもね、畑尾選手とバチバチやり合うんでしょうけれども、まあ、それよりも、伊佐選手の裏抜けの上手さとかね、この、えー、アジリティの高さとか、そこら辺で言っていくと、まあ、畑尾選手、伊佐選手、まあ、ちょっと、ああいうタイプが違う選手には、なってきますんで、そこもちょっと、ある意味、注目点には、え、なってきますね。で、あと、群馬で言うと、調子がいい いいのはやっぱ右ですね。岡本、佐藤、このコンビに関して、本当ね、コンビで言うと右サイドはこれ、群馬、いいもの持ってますよね。岡本選手、それこそ世代別代表の、えー、候補にも上がってくるでしょうし、あと佐藤良選手もですけどもね、いや、非常に今年、特に前半戦はチームを引っ張った選手なんで、この辺がね、どういうふうにね、だから大分からした藤本、えー、高畑のとこがどういうふうな対応を、えー、するかどうかでしょう。で、大分が多分4-5-1継続するんですかね。まあ前回勝ってますんで、継続しない理由はないのかな。 うん、下平監督で1一回フォーメーションをいじるとね、そこからしばらく続けるイメージがどうしてもありますんで、多分この4-5-1システムは、えー、継続で、あとは選手の配置、さっきも言ったね、えー、野村選手のボランチを継続するのかとかね、え、しげ選手のとこ誰が入るかとか、うん、まあ、ただ勝った試合の後なんであんまりいじることもないのかなと思いますけど、さ、ちょっとその辺の配置も含めて今後注目してみていこうと思いますけどもね、はい。 で次、えー、もうちょっと群馬を見ていこうというところにはなってきますが、まあ、群馬、えー、これが得点ランキングとして、佐藤選手が4ゴール、そして、えー、竹選手3ゴール、そしてセンターバック、畑尾選手も3ゴール。 上げているんで、ほんとどっからでも点が取れば、サイドハーフの佐藤選手も、4得点で、佐藤選手アシストもトップなんですよ、5アシスト。えー、決めていますんで、佐藤亮だけでね、9ポイント、あの、ゴールポイントというかですけどもね、えー、得点簡易は9ポイントね、ある選手には、なってきますね。やっぱセットプレーも佐藤亮は一発ありますもんね。で、あと、セットプレーの時はやっぱ畑尾選手の高さとか、竹選手もやっぱりこうセットプレーの時にはね、え、強さ見せますんで、セットプレーはセットプレーでこう佐藤亮から、えー、竹選手、畑尾選手、この辺をターゲットして、 え狙ってくるんじゃなかろうたけ選手に関して、本当に、ね、この選手はストライカーって感じの、えー、選手ですよね。まあ、だからこう高さはないんですけど、指標、まあ、を見て分かると、まあ、ヘディングのシュート、えー、これが相当強い選手にはなってきますので、クロスへの入り方ですよね、この、えー、身体的な、ね、ところ、まあ、この身長があるとかね、そういう身長とかと身体的なところじゃなくてこう入り込んでくるうまさとか、そのサッカー選手としてのセンスのところが光る選手、ちょうど得点の匂いがするところには絶対いますんで、ね、このセットプレのキーは 要警戒選手にはなってきますよね。で えその他の数字で言うと、これが群馬の数字には、え、なってきます。まあ、なかなかこの辺の数字もね、だいぶ落ちてきたかな。最初のもっと良かったんだけどもね。うん、まあ、一試合平均シュート数もえ21位で、チャンス構築率も、まあ、低いというとこう、ただ、シュート成功率相変わらず、まあ、7位なんで悪くはないという数字ですね。で、周囲のとこやっぱ頑張ってますもんね。まあ、非チャンス構築率は22位でね。えー、だから J2 の中で一番これね、相手にピンチを、いやいや自分たちがピンチを迎えるシーンが多くて、シュートまで持っていくかれる、ね。本当ね、ピンチ、 なるシーンも多いしシュートもね持って行れるんだけどもというところで非シュート成功率が5位なんですね。まあだから最後のところ頑張りまあある意味大月監督のチームなのかなという感じがします、ね、んで本当ねシュート持たれるスピンチも、えー、迎えるんだけども失点率に関してはまあ、えー、リーグの中では真ん中より少しまあ、えー、真ん中より少し良い方の数字にはなってきますしまあ非シュート成功率本当ゴールキーパー久々き選手を、えー、中心として最後のところね体張って守るみたいなシーンもありますんでまあこういう数字が並んでいるというところですね。 ね。で、得点パターン、失点パターンに関して一応こんな感じですね。まあ大体得点パターン、失点パターンってどこのチームも大体クロスかっていうのがね、特徴にはなってきますんで、まあ群馬もそういうチームかなっていうのはありますね。んで、まあチームデータ、この辺は一応こういう数字が並んでいますよというところ、まあ守備のポイントはだからリーグで一番高い。まあこのポイントに関しては、まあフットボールラボスさん独自の数字にはなってきますんで、まあある意味、まあ指標というかね、まあ目安みたいな感じで、まあ目安というかこのチーム特徴はこういう感じですよ 見いいのかなという感じがしておりますけどもね。で、えー、じゃあそれ以外の選手ですね、これまで紹介してきた、えー、以外の選手でいうと、やっぱりシロワ選手、まあ、今年5試合しか出ていないんですね、昨年まではレギュラー選手として、えー、活躍してシロワ選手もね、まあ、今年は5試合しか、えー、出番がない、まあ、それだけやっぱセンターバックの選手の調子がいいというのも一つあるでしょうけどもね。で あとは、ま、さっき言った高岡本選手も調子がいいですし、中潮もいいんで、川上選手もね、この選手もレッツユース選手、レッツユースの、えー、出身なんですけれどもね、非常に推進力があってね、えー、素晴らしい選手なんで、ちょっとこの選手がボール持った時というのは、フィジカル能力も高いんでね、まあ、ゴリゴリと行かれる可能性も高いんで、まあ、うん、どういう疲れ方するかわかりませんけどスタメンの可能性もあれば控えからというのもありますんで、ちょっとこの選手が出てきた時というのは、ちょっと守備陣は、まあ、ドリブルを警戒するべきじゃないかというのは、えー、ありますで、えー、あとは、そこ、細川、 もいるんんですもんねこのチームはですけれどもね、本当に、ね、裏ツの色が強いチームですよね。でえー、ことで、ある意味、長倉選手が今いないのは、まあ、不幸中の幸いというか、まあ長倉選手のプレーは見たいんですけどもね、うん、見てみたい、間違いない今年の序盤戦の、ね、これサプライズ選手の人ですよね、この長倉選手はですけどもね。ていうのあるんで、本当は見たかったんだけども、もしかして、怪我で多分出れないという情報も入っていますんでね、んちょっとね怪我の状態といや言うのは気になりまあそそうかそうか5月7日か月す。 まあデバがないですがベンチにもしていませんのでね早く怪我の方は直してほしいところにはえなってきます本当にいい選手多いですよねでこれが90分間換算平均のスタッツには。 なってきますけれども、えー、まあこんな感じというところ。まあこのチームの特徴っていうのは、そんなね、特別なスタッツ、えー、高いレベルのスタッツがあるというか、まあインターセプトの数が8よ。これはいいんですけれど、それよりもやっぱ精神的なところですよね。ある意味だからこのチームの特徴っていうのは、まあ箱根駅伝でいうところの、まあ大谷監督ですね。駒沢大学の、えー、大谷監督。ただ大谷さん確か監督辞めたんでしたっけね、もんね。えー、なんか優退したっちゅう、この間あった気がするんですけどもね。えー、箱根駅伝とか大学駅伝僕大好きなんで見てはいるんですけどね。まあその大谷監督 のブーストみたいな感じでですけどもね、まあ、このチーム、大月監督の一声とか、今、ま、度、あうん、コーチング、まあ、ベンチからのコーチングじゃないですけどもね、やっぱりそれで一つ身がね、気が、えー、引き締まって、そこからね、最後、えー、体、ハーとか集中力ぐっと上がるみたいなところもあるんで、まあ、ある意味数字に出にくい部分ですよね、このチームの、えー、良さというところ、本当、監督含めてチーム全体で、えー、戦っている印象がありますんでね、まあ、数字に表れない良さが、えー、当然あって、それがね、やっぱり今のチームの状況、まあ、本当、群馬、毎年ね残留争いを、えー、していたチームの だけ戦えているというね、は大月監督の手腕じゃなかろうかっていうのは感じていますけどもねはいということで今回以上になりますね以上パラプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでしたらよかったらチャンネルとなりますその